安倍春人は、宮城県仙台市出身の元プロ野球選手、プロ野球解説者、武藤左だ。両親の地元である仙台市内の病院で出生後に、東京都練馬区で育った。練馬区立田原中学校時代は和光シニアに所属。花崎徳坂江高校では3年の夏に、 埼玉県大会準々決勝で赤坂和幸がいた浦和学院高校に敗れた。東北福祉大学へ進学すると1年春から出場機会を得て、ショートで4度のベストナインに輝き、6度の全国大会出場に貢献。日本代表として国際大会へも出場しており、4年時には首相を務めた。2010年の仙台6。 大学野球周期リーグ戦では、打率、424、12盗塁を記録し、東北福祉大学9期、連続59度目の優勝に貢献し、最優秀選手賞を受賞した。しかし、第41回明治神宮野球大会の代表決定戦では、八戸大学との決勝で、塩見隆弘にノーヒットノーランを達成された。大学野球部の同期に、 石山康七、一学年後輩に、中根裕二や相原和友がいる。総公種三拍子揃った、実践花屋種として、2010年の NPB ドラフト会議で、地元球団の東北楽天ゴールデンイーグルスに三巡目で、指名。契約金五千万円、年俸千二百万円という条件で入団した。入団当初の背番号は9。この会議では、 塩見も、楽天から一巡目で指名。後に入団したため、安倍のチームメイトになった。2012年3月20日、横浜スタジアムにて2011年には、一軍公式戦17試合に出場。2安打を放っただけで、打率、09 1に終わった。2012年には、公式戦の開幕を一軍で迎えると、一軍公式戦30試合に出場。 打率が298にまで上昇したほか、一軍公式戦初打点や初盗塁も記録した。2013年には2年連続で開幕一軍入りを果たしたが、レギュラーシーズンでは一軍公式戦での出場試合数や打率が前年を下回った。しかし、チームのレギュラーシーズン初優勝、クライマックスシリーズ突破を経て臨んだ。 読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、ダイソーや二類の守備要員として2試合に出場した。2014年には、背番号を零0に変更したが、公式戦の開幕を2軍で迎えた。1軍公式戦では、26試合の出場で、打率、250を記録した。2015年には、公式戦の開幕から1軍に対等。開幕当初の声優劇手だった。 西田哲郎が故障で戦線を離れてからは、スタメンで遊撃を守るようになった。さらに、レギュラー内野手の藤田和也や、銀次も、相次いで故障に見舞われたことを背景に、一軍公式戦で、自己最高の66試合に出場。打率は、196ながら、自己最多の6盗塁を記録したほか、7月5日の対、 北海道日本ハムファイターズ戦では9回裏の打席で鍵谷陽平から自身初のサヨナラアンダを放った。2016年には2年連続で開幕1軍入りを果たすとほぼフルシーズン1軍に帯同内野の守備固めを中心に1軍公式戦54試合に出場した。打率は2年連続の1割台で盗塁を記録できなかったが、 内野すべてのポジションを守りながら無失策でシーズンを終えた。2017年には3年連続で開幕一軍に入りながら一軍公式戦への出場機会がないまま4月6日に出場選手登録を一旦抹消。6月23日の再登録後は内野の守備固めを中心に一軍公式戦44試合へ出場した。一軍監督 梨田正まさたか64歳の誕生日であった8月4日には、コボパーク宮城での千葉ロッテマリーンズ戦で、同点の9回裏に失点2塁から内達也から、サヨナラアンダを放った。守備面でも前年から無失策を続けていたが、10月28日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退した。楽天球団の職員として、球団が運営する。 楽天イーグルスアカデミージュニア部門のコーチを2018年から務めていたが、2020年6月15日付で、安倍と球団双方合意の下で契約を解消した。また、2018年シーズンから楽天主催試合など、プロ野球解説者としてテレビ出演もしていたが、 2020年7月21日に、偽ブランドのゴルフクラブを男性に落札させ、約7万8000円を騙し取った詐欺と商標権、侵害容疑で妻と共に逮捕された。楽天の選手時代には、チームメイトよりに触れて、悪気のないいたずらを仕掛けるなど、ムードメーカーとしても活躍。安倍ちゃんという愛称で親しまれた。その一方で、楽天2年目の春季キャンプでは、 銀次や増田慎太郎と共に、当時の星野千一監督から、ドロンコ三兄弟と呼ばれていた。銀次や増田とはプライベートでも仲が良いが、安倍が後にユーティリティープレイヤーや、ムードメーカーとして重宝されたことから、二人とも安倍の戦力外通告には絶句していたという。楽天の選手として一軍に帯同している、期間中の公式戦が、 ウテのゲーゲムと宣告された場合には、宇宙のダイヤモンドを一周する役割を買って出ることでチームやファンを盛り上げていた。宇宙のナイトゲームでサヨナラアンダーを放った2017年の対ロッテ戦では試合後のヒーローインタビューで自分の名前が入っているタオルを手にスタンドで応援するファンが少ないことに言及。試合後に半額で100枚だけ販売することを突如告知した。 正規価格との差額を自分で負担する前提での値下げだったが、実際には短時間で完売に至った。趣味はダーツで、プロのダーツプレイヤーとの対決に勝利したほどの腕の持ち主でもある。ありがとうございます。